はい、どうも、こんにちは。今回はまず、殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、何したっけな、前回。確か、ハリーと、エドガー警部が対峙して、エドガー警部が刺されて、で、その刺されたエドガー警部をシャーロットが見つけて、とりあえずまあ、一番でかかったイベントだけ言うと、エドガーとアーサーの最後の別れみたいな、いう風なのが描かれてたのかな、前回は。で、今回はアーサーがそのエドガーの、まあ、仇である、ハリーを見つけ出して、やろうっていう。とこかな？やってみようか。業者、リオ・ピットマンの自宅だ。そうそう、こいつがハリーが狙ってる人なんだよね。グリーンメイスの用人たちを送迎していると思しき人物、エドガーからもたらされたハリーの次の標的の名前だ。まだ彼が殺されたという発表はされてない。おそらく父さんと争って消耗したハリーは一旦暗殺を諦めたんだ。まあそうだろうね。だろうな。だが体制を整え直したらすぐにでも実行に移すぜ。はいはい。何せ野郎は焦ってる。焦ってるね。なぜだ、正体を暴かれたからか。時間がないっていうか、パッパと終わらせたんじゃないの？あ、でもこれもさ、ジャックの考え方につながるもんじゃ、あるんじゃないの？そうじゃねえ、エドガーに負けたからだ。不ああ。良警官が勝って生殺与奪権を持ってたら絶対にエドガーを殺さなかったはず何？だ。生殺与奪権って何？ 生殺与奪権って初めて聞いたんだけど、何これ？そうか、それこそ今夜のうちにでも決行するってことか。精神的に余裕のなくなった人間の行動なんて単純なもんだ。それはそうと、それはそうと。お前、あの不良警官を見つけたらどうするつもりあ、だ？出た。殺すか殺さないか。あ、来たんじゃないの。法の裁きを受けさせる。父の仇を取る。いやー、これはむずいよな。ただね、前回ね、お父さんの前に言ったのは、父さんの仇を取るじゃなくて、なんだっけ？ 比較が忘れたけど、仇を取るにはしなかったんだよ、前回。それで動いちゃ意味ないだろうっていう。法の裁き。いや、法の裁きとか言ってもな。殺さないと意味ないと思うんだよな。法の、それ、ちょっと俺の発言ちょっと危なかったけど。法の裁きを受けさせるっつってもな。難しいよね、捕獲がね。結局。警察ずっと一緒に行動するわけでもない。まあ、行動するのかな？これ選んだら。わかんないけど。一気に捕獲してさ。でも、ハリーのでも考え方がな、法の裁きどうこうじゃない気がするんだよな、あそこまで行くと。あ、でも、そっか、ジャック・ザ・リッパーは結局法の裁きになったのか。殺されてはないもんな。いや、でもね、父さんに仇を取っちゃダメだって言われてるからさ、仇を取るもんじゃねえっつって、そしたら意味がねって、悪で悪を制しちゃダメなんだって。そう、父さんがそう教えてくれたからさ、俺も最近ちょっと、第一章から第三章とさ、やっぱ結果として犯人をまあ殺してきたわけなんだけど、やっぱちょっと、行きたいな。決まってる。法の裁きを受けさせる。これはやっぱ父さんが言ってたんだよ、仇を取るために動いちゃダメだっつって。ほう。父親の仇を相手に殺さずに逮捕するんだな。これがね、父さんの遺言じゃないけどメッセージなんだよ。そう言ってるだろ。無理やり言葉を絞り出すんじゃねえよ。ジャックはやれやれとため息を吐き肩をすくめた。どうやら彼は相当にアーサーの心持ちを心配しているらしたく、少しは頭を冷やせ。い。これから殺人鬼とやり合うんだぞ。てめえの精神状態くらいちゃんと整えてからにしろ。すまない。でもさ、やり合うの別、結局ジャックだからあれなんじゃないの？そこまで。気を紛らわせろよ。はい。なんか話すか？あ、ジャックの秘密聞こうぜ。なあ、ジャック。お前は警察官、それも父さんの同僚か部下だったんだな。なんでそこまで確信つくの？ その情報はなくない？別に。まあまあ、ハリーと重ねる部分を考えたら、まあそういう結論には至るけどさ。同僚じゃないの？年齢。あ、ね、もうそんな老けてないか。気を紛らわせろっつったろうが、アホが。お、悪いな、性分なんだよ。父さんが死んだ時のお前の言葉、お前は明らかに父さんのこえ、とをなんつっ知ったってけ？いた。なんつった？それに
警察の捜査について不自然に詳しい。詳しすぎる。それあれだよ、単純にハリーと今被ってるよね。なんかそのなんていうの、キャラ像が。今の際だからってヒントを出しすぎたな。やれやれ、こんなんだから捕まっちまうんだ。ついにチャックの。俺もまだまだだな。あれ正体わかんの？まあいいだろう。そうだぜ。俺は元警察官だった。ジャック。ロンドン市民の平和と安全を守る正義の味方だ。すげえだろ。ジャック・ザ・リッパーが。元警察官。なぜそのことは公開されてないんだ。公開しないんだろう。それだけじゃない。公開しないだろう。お前警察官がお前殺人鬼になってんだから、それ公開できねえだろう。ジャック・ザ・リッパーの事件は非公開な資料が多い、うん、逮捕した警官の名前もどんな記録にも載ってない。なんなら自首だったんじゃないの。じゃあもうジャックが、そりゃ警察官が殺人鬼になったなんて体裁が悪くて。まあまあそうだよね、もできないだろ。普通に考えたら俺がやってたことはいろんな奴にとって都合が悪かったらしいからな、うん、全部まとめてもみ消されたんじゃねえか。マジか。まあ俺を捕まえた野郎ももともと手柄なんかには微塵も興味ねえ奴だったし、うん、俺とはいろいろあったから誰にも告げずじまいってわけか。はいはいはい。お前を逮捕したのも父さんだったってってわけか。それはでもなんかさ、前会ったエドワーとさハリーのあの対面した時になんか会話の中で言ってたよね。なんかジャックを、俺がジャックを捕まえたあの時もって言ってたよね。ハリーが、野郎には俺を従わせるだけの執念があった、うん、だが奴がいてもそれでも世の中は変わらなかった、うんうん、奴は奴の道を貫いた。それを誤りとは思わねえ。それでお前はどうして殺人鬼になった？ハリーと一緒でしょ。やっぱ警察っていうその縛りがある中で正義を全うすることなんかできなかったんだろう。どうかな。サービスするのはここまでだ、うん、ヒントなら十分出てるはずだ。出てるね。あとは人気でたどり着いてみせろ。俺ほぼたどり着いてる気がするけどな。もうハリーと一緒でしょ。更生したやつよりもっと悪質なやつがいる。虐げられた弱者が地獄より這い出で復讐を果たす。そして父さんがいても世の中は変わらなかった。ああ、これ今あれか。いやいや、推理ね。更生したやつよりもっと悪質なやつがいるってことが1個。で、ジャックのことは、虐げられた弱者が地獄より這い出て復讐を果たす。これが2つ目。そして、父さんがいても世の中は変わらなかった。この3つのヒントから何か出すんですか？裁かれない悪。うん。罪を逃れる犯罪者を裁くためだ。警察官としての限界を感じて。毒を持って毒を制するようになった。めちゃくちゃハリーと一緒じゃん。ジャック・ザ・リッパーは悪を殺す悪になったんだ。うん、ちょうど今のハリーのように。まんまハリーじゃんっていうか、まあ、ハリーがまんまジャックなんだよな。一緒にすんなと言いてえところだが大差はねえだろうな。うん、まあ合格点って言っていいだろう。あれね、急にやっぱジャックとの距離が縮まったね。もう最後、もうそろそろ多分結構終盤だからさ、章的にも。ジャックのデータベース、お前は更新されるな、さっきから。さて、十分頭が回るようになったじゃないか。そろそろ亡霊との押し問答はやめて、不良警官をぶちのめしに行くぞ。でもさ、なんかそう考えるとさ、エドガーの息子にさ、ジャックっていうエドガーの元部下がさ、元部下の霊がくっつくっていうのもなんかちょっとこう運命的なもの感じるよな。そうだな。ジャックの腕の方が上かな、ハリーより。またこう来た。御者リオピットマンの自宅のそば。あ、その細い路地の暗がりの中、周囲の様子を伺う人影があった。あ、ビンゴ、不良警官から殺人鬼に転職した野郎を発見だぜ。普通にバトル始まるんですか。地面を蹴ってアーサーは駆け出した。近づく気配に気づいてハリーが振り返る。早かったじゃねえか。身勝った瞬間、アーサーの全身の血液が湧き立った。先ほどまで冷静に思考ができていたことが嘘のようであった。まあ父さんの仇だもんな。バカ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 。どけアーサー。お前に構っている暇はねえ。邪魔するなら容赦はしねえぞ。急いでるね。意表をつかれたアーサー、ハリーだが襲撃に対して素早く反応する。力任せにアーサーを振り払い、ナイフを抜き身構え吠えた。相対した二人が睨み合う。
やれやれ、いかにも殺人鬼でございって感じだな。ま、俺に言わせりゃまだまだ二流だがな。確かにね、俺はイメージとしては早かったじゃねえかアーサーって言ってくれるかと思ったんや。チッって二流だな。わかったわかった、黙ってろって言うんだろ。変わるんじゃないの。いや違う。そうだよね、力を貸せ。へえ、そいつはいいや。ジャック・ザ・リッパーの戦い方を教えてやるぜ。急にヘアワックスで固めるぞ。来いよ探偵。あれ、髪型も。止めてみろ。すげえ融合してんじゃん、もう完全に。ハリーが叫び血を受ける。も間合いを詰め、アーサーの心臓をめがけ、手にしたナイフで突きかかる。お前。ああ、ワックス、ワックス来た。ハリーの突き出したナイフは、アーサーが引き抜いたナイフによって弾かれ、火花を散らした。動きを読め、かわせ、殺意を読め、防げ。え、これどうなんだ、腕はジャックだけど意志はアーサーなのかな。じゃあ、声よ、声が合ってねえわお前。はっ、うまい。アーサーはナイフをいなし腕を切りつける。ハリーも反応し腕を引くが浅く切りつけられ、裂かれた皮膚から血が滲んだ。反撃を受けたハリーは一撃必殺を捨て旺盛の構えを見せた。互いに睨み合いながら間合いを測る。先に仕掛けたのはハリーだった。アーサーの恐怖心を煽るためか、彼の眼球を狙っての突き。しかしアーサーは恐れることなくナイフの軌道を見切り、一つをかわしハリーの腕を払っていく。突きかかってきた腕を取ったが、即座にハリーはアーサーを突き飛ばし距離を取る。二人は泥を跳ね飛ばし立ち回る。なんで俺が実況しないといけないの。なんでこの景色をさ、もう文字通り実況しないといけないの。シャーロットはあなたのことをいい人だって、熱い気持ちを持った善人だと言っていたのに。あ、でも本当にでもあれだよね、これこんなにアーサー喋れなかったよね、最初の頃。ジャックにこう乗り移った時ってさ、だからもう本当にバランス良くなってんだろうね、精神的に。善人、そりゃ大きな間違いだ。でもジャック今まで負けなしだからな、圧勝してきたからな。どうなんだろうね、ハリー相手だと。いいか、善人ってのは悪人に負けるんだ。騙されて搾取され、惨めに死ぬのさ。善人ばかりが死に、悪人は自らの手を汚さず闇に潜む。確かに、そんな奴らをぶっ潰すためには善人じゃいられねえんだ。いいね、まず結論だね。悪人でいい。まあ、この結論に行くのはやっぱね、善人を極めてきた人しかこの結論にはいかないと思うわ。ハリーもずっと善人だったんだよな。だからハリーは牙をむき出し、首元を狙って切りかかる。アーサーは強馬を受け止め、噛み合ったナイフはきしむような金属音を響かせた。俺を追ってくるのはシャーロットだと思ってたよ。シャーロットはそんなに勘が鋭くないぜ。いつもみたいにそんなことダメですよって言ってな、青臭い理想を掲げて突っ走ってくるのさ。まあまあそうだね。だが意外だったよ、仕事人間の後始末をするのが警部の部下じゃなくてその息子とはな。ああ、やばいやばいやばい、これあれだな、ちょっと煽ってきてるな。父さんのことを口にするな。待て、お前冷静になれ、冷静に。あ、はあ、でも切った。睨み合いの末、相手を切りつけたのはアーサーだった。ハリーは迫り来るナイフを左手で払いのけるが、拳を裂かれ傷から血が滴り落ちる。父さんはもういない。残念だよ、だがそれなら警部の死を無駄にはできない。必要な犠牲だった。その代わりに巨大な悪をぶっ潰せる。アーサー何も食らってないから、ね、今んとこ全部跳ね返してるからな。だからアーサー、俺の邪魔をするな、黙って見てろ。警部の死を無駄にはさせてくれるな。お前が殺しておいて。まあ、待ってくるぞ。あ、耐えた。ハリーの繰り出したナイフをアーサーが彼の拳ごと握り込んで止めた。あ、一瞬動きを止めたハリーの腕めがけ、アーサーがナイフを突き立てる。いや、もうハリーボロ負けじゃん。おい。やっぱ素人なんだな、ハリーも。あ、しぶきが上がり、ハリーの右腕から力が抜ける。雨に濡れた路地の上に滑り落ちたナイフが転がり、弾かれた泥がハリーの靴を濡らした。ナイフの扱いがなっちゃいないな。武器じゃねえ。言ったり言ったり、足のように扱え。ジャックどんだけ強かったんだ逆に。すげえな。ぬかるんだ地面に転がったナイフを蹴り飛ばし、アーサーはハリーへと肉薄する。うわ、いいぞ。しかし狂気を失ったハリーは傷を受けるのを覚悟で腕をかざしてアーサーはナイフを防ぐと、距離を取るように後退を始める。逃がすか。
逃がすかよ。アーサーが踏み込み、体重で腕を押しのけ、強引にハリーに踊りかかる。逃れようとしていた彼のエレキ首をつかみ、ナイフを振り上げるが、刺されまいとハリーは腕を絡め、アーサーの腕の動きを妨害する。アーサーはさらに力を加え、ハリーを壁際叩きつける。右手でエレキ首を締め上げ、首を圧迫していく。うわぁ、行くねぇ。行くねぇ。殺すなよ、お前。ハリーがひるみ、守りが緩んだところで、アーサーは左手のナイフをハリーの右肩に突き立てる。激痛にハリーはひるんだように見えたが、それは一瞬だった。肩に食いついたナイフにも頓着せず、アーサーを鋭い眼光で睨みつけ、傷から流れる鮮血もそのままに首ついた。ああ、殴り合い？ハリーはアーサーを押し倒そうとするが、マウントを取られまいとアーサーも足で蹴り返す。アーサー強すぎんだよな。アーサー&ジャックが強すぎんだよな。お、意外とそのままアーサーがハリーを路地にねじ伏せようとするが、今度はハリーがアーサーの腹をついてひるませる。もうちょい気絶とかでさせられないの、ジャック。アーサーとハリーは地面を転がるように上下と交渉を入れ替える。最終的に相手に馬乗りになったのはアーサーであった。うわ、ナイフ持ってないけどお前大丈夫？アーサー、不利な体勢になってもハリーはなお、ハリーは拳を振る。対するアーサーも拳を打ち下ろす。もうちょっとナイフできれば。ハリーとアーサーの拳が交錯する。おたけびを上げた二人の今日なんだっけ、ケンダーか、ケンダーの押しはやまない。やれやれ、諦めの悪い野郎だぜ。男の引き際の美学ってのを知らねえんだな。あー、ごめん、まだ終わってなかった。また来た。いいぞ。アーサーの手がハリーの肩に刺さったナイフを無造作に引き抜いた。鮮血が飛び散り、ハリーの顔が苦痛に歪む。互いの執念の応酬に終わりが見えた。で、アーサー、お前はこの野郎をどうする？いやいやいや、言ったじゃん、正義って法って。ハリーはエドガーを殺した。それだけではない、数々の一般市民を手にかけてきた連続殺人犯だ。エドガーから聞いた話では、ハリーが手がをかけた相手はグリーンメイスの関係者であったようだが、それは彼の罪を許す理由にはなり得ない。ハリーは裁かれる必要がある。それは間違いない。では誰が彼に裁きを与えるのか。それは英国の司法か、ハリーを逮捕し叱るべき裁判を経て法の裁きを与えるのか。それは朝か、殺人の方なんこれなんで変貌を担がされ父を殺された彼がハリーに死刑を宣告し執行するのか。僕はアーサーは自問自答する。どちらが正しい道なのか。えっ、ああ、俺の決断がここに来て、特殊演出できたわ。特殊演出できた、これ。何これ、びっくりした。え、これさ、え、最終章かな、もしかして。この感じだって、もう終わりじゃない？俺の決断がね。僕は父さんの意思を継ぐ。うん。ハリー・ブラウン。ああさ。お前を警察に引き渡す。やっぱね、俺はね、なんでもないやつはさ、殺してきたけどさ、やっぱいざ父さんに、そして母さんが死んだ時のことよ。お前が仇を取ったら意味がないと父さんに言われました。やっぱあの言葉、父さんが死に際にはね、まだ仇を取っちゃいけないと、そういう意思を、父さんの意思を知ったんでね、改めてそれを知った上で俺はね、仇を取ろうとしてね、やっぱ殺すことはできないよ、やっぱり。アーサー、話を聞け。俺をここで捕まえたら何もかも無駄になる。エドガー警部が死んだことも、今までやってきた捜査も、うん、それが分からねえお前じゃないだろう。まあ確かに警部が無駄死にしちゃったことになっちゃうもんな。黙れ。お、リオリノがれようとするハリーをアーサーは反論とともに殴りつけていた。強打を受けてもなおハリーの瞳は鋭く光っていた。諦めることを知らない強者の眼差しだ。アーサー、全然強者じゃなかったぞ。お前の行動は悪党を守ってるんだぞ、うん、お前がやるべきことはそんなことじゃないはずだ。まあグリーンメイスンがね、グリーンメイスンを守ってる。俺に手を貸せ。グリーンメイスンの親玉にもうすぐたどり着く。奴らを殺せば全てが終わる。パチン。ハリー、もうこれ以上お前の好きにはさせない。誰も殺させない。
悪事も許さない。本当だよ。グリーンメイスも何もかも関係ない。お前を止める、それが父さんの願いだ。え、てかこれ最終章かな。なんかごめんね、ちょっとすごい冷めるけどもうデータベース見てもさ、ほら 80% 75% って、ほら 60% とかさ、まだ余裕があるからさ、最終章じゃないだろうなと思ってたんだけど、さっきのさ、あの演出見たら、なんか何があんの逆にグリーンメイスンかな。じゃあアーサーはハリーの誘惑を強固な意志で跳ねのける。探偵として父の意志を継ぐ。それがハーサーを出した答えだった説得が不可能だと判断したハリーは最後の抵抗を見せた。組みつき体を押し返して逃れようとする。しかし執念で勝ったのはアーサーだった。彼はハリーを逃す前と掴み拳を握り振りかぶる。気絶させろ。あ、ハリーを制圧すべくアーサーは渾身の力を込めて殴りつけた。頭部を強打されたハリーは意識を失い、彼の体からは力が抜けていった。え、すごくね、殴って気絶させるって強すぎん殴って気絶はちょっと強すぎるな。アーサーはナイフをしまい、代わりにエドガーの捕縛縄を用いて押さえつけたハリーを拘束するそっか、これでそうだね、シャーロットは知ってるもんね、ハリーがやったってこと。多分、ああよくやったぜ相棒、よくこらえたって言ってくれるんだ。お前もなんか意外だよね。最初の頃だったらさ、なんか殺させろみたいな感じだったのにさ、今じゃあれだもんね、よくやったぜ相棒、よくこらえたって。やっぱいい人だねさあ騎兵隊の到着だぜ。ジャックの言葉通り、路地裏に複数の足音が響く。アーサーはハリーとの格闘に前例を傾けていたためか、人の接近に気がつくことができなかったようだ。体を共有している以上、ジャックも同様のはずだが、それでもアーサーより冷静に場を俯瞰できるのは経験の賜物だろうか。ぼんやりと顔を上げたアーサーが目にしたのは、警官隊を引き連れて駆けてくるシャーロットの姿だった。アーサー、ハリー先輩。シャーロット、逮捕の手続きをしてくれ。うん。ハリーが、彼が連続殺人事件の犯人だ。わかりました、署へ連行します。あなたも怪我の手当てを早く。そんなに怪我してないけどな殴り合いぐらいだな。一回も血しぶき出なかったからな今回。あ、意識戻ってるわ。横のやつ怪しいな、左のやつ。モブじゃないだろ、あいつ。元ロンドン市警の刑事、ハリー・ブラウンは傷だらけ、泥濡れの状態でロンドン市警へ連行された。ハリーは観念したのか、一言も発することはなかった。アーサーはまた傷の応急手当を受けることにより、見知った相手としてシャーロットは傷の手当を担当した。ひどい傷ですね。はい。一人でハリーの確保に向かうなんて、無謀ですよ。でもそれが父さんの僕に伝えたかった意思だから。ああ突然飛び出してすまない。だけどあの時は無我夢中だったんだ。確かに無事で何よりです。ただ今後こういった無茶は控えてください。そうはいかない。これは僕がやらないといけないことだったんだ。なあ、シャーロット頭が平和だからな頭お花畑だからな。いいですかアーサー、何も私が警察官だからというだけであなたに言っているのではありません。まあ、心配してるってことか。心配なんですよ。そうだよね。お願いですから、もう一人で危険なことはしないでください。うん、ごめん。分かっていただけたならいいです。早いな。はい、解決が早い。ひとまずは処置が終わりました、うん、あとは治るまで何度か包帯を取り替えて傷口を清潔に保ってください結構軽い怪我だったもんね。多分大した怪我じゃないと思う。処置を終えたシャーロットは消毒液やガーゼを片付ける。その間アーサーはうつむいたまま微動だにしなかった、うん、アーサー。何？片付けを終えたシャーロットはアーサーの隣へと腰掛けた。
いたわるように肩に手を置く。あなたは正しいことをしました。はい。警部の意思を継いでハリーを止めた。止めました。以前に話しましたね。殺したいほど憎い相手がいるときどうすべきか。ありましたね、だいぶ前に。あなたはあのとき納得いかないという顔をしてました。変わりましたよ、あの時から。でも今はきっと答えが出ているはずです、はい、あの時は殺意に満ちてました。父さんを殺した相手でも、はい、僕は復讐を選ばなかった。それが答えだ。だけど僕は本当に正しいことをしたのか。自分を殺した奴を恨むな、だなんて。父さんはなんで。父さんは死ぬ間際まで警察としての仕事を、ハリーのことを。ここでもあれだよね、もう父さんになってんだよね、あのね、エドガーじゃなくて。どうして、どうしてだ。アーサー。ああ、なんかなんかシャーロットの兄貴が、シャーロットの兄貴が声を上げた、声を荒らげた朝をシャーロットは優しく抱きしめた。なんかこのカットあるよな、なんかなんかし、なんかワンピースとかでありそうだよな、このカット。今はきっと、今はまだわかりません。でもいつか警部の考えが正しいと思える日が来ます。姉貴、いい。今日はいろいろなことがありました。とにかく今はもう休みましょう。お前違う、シャーロットがやることが主人公がやることだよ普通。何慰められてんのお前。ここは書の中でも奥まっています。それに今は夜間、人も少ないと思います。だからアーサー、少しくらい泣いたって、はあ、誰も咎めません。主人公じゃん。悲しい時に涙が出るのは自然なことですよ。セリフが主人公すぎんだよな。アーサー負けてんぞ、アーサーキャラ負けてるぞ。私がそばにいます。ああ、もうそこまで言わせちゃう。大丈夫です。主人公じゃん。父さん。ちっちゃいさ。父さん。わかるけど、気持ちわかるけど。小さ。から。ああ、でも、シャーロットも大したまだ主人公としての器が。どうしようかな、ちょっと一旦じゃあ時間もいい感じだし、まあ一旦ね、あのカットも終わったし、とりあえずここら辺一旦切ろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。